オーケー、はい、はい、
要するに地味というか、日本人が国民が、うん、そんな地味人言ったら、多分コスチューム、レインボーカラーそんなに影響するんですよ。そしてチョップが、チョップが入りました。まあでもね、あの最初の時はね、コスチューム、地味なんですよ。そうですね。一色で、一色で、thank you。
大勝でした。4月25、タイマンの前哨戦、後藤対ボンバー、いや、前哨戦関係なく、ボンバーの方が大爆発してたな、大勝利。そして、4月18日のプロレスリング試合、シングルベルト防衛戦、今日の試合は、いや、入場から、いや、前説から、いや、もっともっと前から、すでに大久保のペース、俺の圧勝、お前ごときじゃ俺のベルトは奪えねえ。大久保陽太、おい、俺もな、VKF のチャンピオンなんだ。わかるか、おい、お前のベースだろうが、お前のチャンピオンとしての期間はあと1週間、それまでせいぜいベルト磨いて、わかったか、以上。シングルして、おい、経験値、お前以上にな、積み上げとんねん、お前。25日、タイマン、壊れるか知らんけど、お前なんかにな、まだまだ負けられんのじゃ、こら。本日はご観戦ありがとうございました。